初めて、まあ、今映像とともに音をね聞いたんですけど、すごく和的というか和的日本的の和ねあという感じがすごいするんですよね、うんうん、変でしょうかね。いやいや、あの音聞く側のその感覚は百人百様ですから、うん、あのいろんな風に聞けると思うけども、うん、独特なのかな。音について語るってものすごく難しいんですよ。すごい、まあ、それは難しいんだけども、皆さんね、まあ、思考が違いますからね。でもね、素晴らしく美しい音、それはもう伊豆先生が思われて僕が思ってるね。うん、本当に例えば声調っていう言葉があるけれども、音としてね、例えば音の立ち上がりっていうのが本当にスコーンと抜けてるように、それがなくちゃ音じゃないね。だからだ、立つんだから最初のね最初の一音であっていうふうにもいずまいを直してしまうところってあるでしょう、ね、彼の音には、はい、だからそんな風な評論家じゃないからうまく言えないけどもね、そういうところがあるよね。やっぱりすごい音楽っていうのは、あのすごい音楽ってすごいミュージシャンとか、あの曲をやる前のね、とにかく音がバッとこう鳴った時点でもう、ああジャズだなって、こういうこういわゆるなんちゅうのかな、自分にこう気持ちがねガッとこう出てる、そういうのっていうのはすごい感じるんですよね。だからそういうのが本当のある意味でね、あの自分の音楽をやってるなんか真のミュージシャンっていうかさ、そういう気がするんですよ。ただ真のミュージシャンが受け入れられるとは限らないですよ。まあね、うん、まあ、ライブだとそれは本当直接肌でね、足を運んだ場所ですし、それだけまあ喜びもひとしおだと思いますが、松川さんどうですか、久しぶりにご覧になられたんでしょうか、それともいつも、うん、あのね、ごめんなさい話終わって、うん、彼女のところでは毎年9月9日にあのこういうものをあれしてね、その追悼って言っていいのかな、追悼の目に来たからっけ、あの安倍さんの亡くなった日がこの9月9日だから、うん、毎年、まあ、毎年ですね、あの朝から晩までかけてます、うん、駆け足で死んでた人だから九九山なんていうのあるんじゃないですか。そうね、そのまま急に、うん、でもどうなんでしょう、まあ、それ亡くなられてから年月が経っておりますけれども、その後もいろいろなミュージシャンがね、皆さんのお店を演奏したり、またはいろんなところで見に行ったりされた方いらっしゃるんじゃないかと思いますけど。そうですね、こう私思うんだけれども、例えば安倍も大切でもね、あの当時も遅れてきた子どもたちっていう言い方がありましたよね、うんうん、で僕たちは聞き損なったみたいなね、うん、言い方をするけれども、安倍が生きてる時も聞かずにね遅れてきた人たちがいるわけですよね、うん、で今でもやられてるね。だから例えば後で出てくるかもしれないけど、ハイノにしてもそうでしょ、大友さんにしてもそうでしょ、で秋田雅美さんとかね、向井千恵さん呼吸の人とかね、うん、柳川義明ってこれもサックスですけれども非常にこう世界を持ってるし、うん、で当時からやってた宇梶商事にしても、古さ、ね、元春に、吉沢元春にしても、ね、緑川さんにしても、であとベースで私好きなんだけれども、斉藤哲っていうのもねいい世界を出してるしね、で小杉さんもだし、やってる、ね、であと板倉克幸っていうピアノもすごくやっぱり一音カーンとね抜けてくるすごいぞっていうのが今でもリアルタイムでやってるわけですよね、うん、でもう彼女のとこも3軒目のお店がこう今度できたのね、うんうん、でそういうところでどんどん今でもやってるっていうね。あ、そうですか。おととい板倉さんに来てやったんですけど、今もいるんですよね。だから死ななきゃ天才として認めないっていうかね、妙な風潮があって、安倍を天才でくくるのが果たしてどうかっていうのももちろんあるけれども、でも、もちろん天才と認めてない人たちもね、世の中にいると思いますけれども、うん、そういう意味じゃない、そういう意味じゃなくてね、うん、あ、まあ、もちろん分かりますけれどもね、いかがでしょうか、その天才っていうのをあえてね今夜は番組のテーマに持ってきたんですけれども、うん、天才って枠組みすごく難しくて、うん、死んだから天才、それともそういうのとは全く違って、うん、技とかそういう存在からしてどう思われてました。私は本当に見聞きしたところとか音とか今映像を初めて動いたのを見て、うん、まだ掴みきれてないんですよ、もちろんでしょうけれども ね、はい、ね、実際に接してていかがでした。うん、私は
なんだかさっき私ばっかり喋ってるような気がして、今日は言わないよって言ってきたんだけどな。どうぞどうぞ。例えばね、なんか噛み合わないのよね、うん、話が全然、まあ、世の中には偉い方たちたくさんいらっしゃるわけですよね。でその方たちの天才論を伺ってみたかったわけよね、うん、きっと出ますよ。そうですね、きっとね、うん、でまあ私はやっぱり阿部君がね、死ぬちょっと前に演奏終わってトコトコっと来て、ね、俺って天才だと思うって言ったわけね、うん、でその時に何言ってんのって、言葉なんかどうでもいいじゃないって、あなたは阿部薫よっていうね、阿部薫は阿部薫しかいないのよって、うん、だからどんな天才でくくるなんていうのはもしかしたらね、そりゃあなたが死んだ死ぬ瞬間か私が死ぬ瞬間か分かんないけど、あいつは天才だったって過去形で言うかもしれないけど、今阿部薫よっていうね、でもああもしかしたら天才って言ってほしかったのかなとかって、こう死なれてね、初めてあの時本当は阿部君は何が言われたかったのかなって、ちょっと私の中でずっと引っかかり続けてる、うん、でまあ私が阿部が天才だっていうのは、音って何かっていうね、でこう私不思議な体験たくさんしてるわけですよ、音で。こう後ろからズルズルズルと何か引っ張り出されてみたいな、それがこういって音とねこう触れ合ってみたいな、なんだこれ私の背中が見えててなんだみたいな、そういうようなことが起きたり、それから実際にこう楽器から音が出てないんだけどもそこに音がある、で何十人かいるお客さんの中で聞こえてる人と聞こえてない人がいる、なんだろうこれはみたいな、で阿部君に私はそういうハテナがあるとねえって何って聞くわけですよね、でこういうことで私疲れすぎてノイローゼになったのかと思ってってパニックになってるわけですね、私は。でこう聞く、うん、音はあったよってあっさり言うわけね、うんって、そうかって、君はやっぱりそうだと思ってたけど聞こえる人なんだってこう言うわけで、それじゃ分かんないよって、うん、私に分かるように説明してって言うと、まあ時間って分かるっていうね、でまあそれがずっと私の宿題になってるけれども、彼はね、そのある振動をこう与え続けるとその開くっていうんですね、うん、で宗教音楽にしてもまあ、その呪術的な太鼓とかそういうものにしても全部そういうものがあるっていうね、うん、で教会音楽に非常に興味を持ってたし、で、まあ、パイプオルガンを弾いてみたくてって、ね、探してきてよっていうね、そんなこと言われたってパイプオルガンなんてね簡単にないよみたいな、うん、だけどそういうようなこと、その音が